靴のかかとはまっすぐ水平にすり減らないといけないと思い込んでいる人がいますが、これは間違いです。靴のかかとは必ず外からすり減るものです。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回の動画は靴のすり減り方についてですね。で、これが健康を見分けるバロメーターだったり、足の不調を見分けるすごくいいお知らせが出てるのでね、それについてお伝えしておくと、簡単に言ったら、靴のすり減り方はまっすぐはすり減りませんよ。それはおかしいんですよというやつです。ただ、なんかまっすぐってなんかまっすぐっていいみたいなね。で、そんな感じで思っちゃって、まっすぐすり減らそうとしてしまう方がすごく多いみたいなんですね。で、これをやったがゆえに健康を失うとか足が悪くなるというのはすごく多いので、今回はそのあたりについて詳しくお伝えしたいなと思います。では内容です。まず、靴のかかとは外からすり減るというのが正しいという理由ですね。で、2つ目は、まっすぐすり減らないといけないと思い込んでた理由の方もお伝えしておきますね。で、実際どうすればいいのかです。で、今回の動画であなたは靴の正しいすり減り方を知ることでご自身の靴を見ていただいて自分の健康状態を把握できる。しかもそれをどうすれば正しい状態に持っていくかもわかる。結果足が良くなるということになってます。私は足の専門家であると同時に姿勢とか動作の改善の専門家でもあるんですね。で、そういう皆さんの健康に役立つような情報を世の中に広めたいなと思って YouTube を始めました。で、ただ YouTube はその仕組み的に皆さんの高評価とかチャンネル登録っていうのが動画の拡散につながってるみたいなんですね。ですからこの動画を見て、あ、役立つなとかね、あ、これはみんなが知ったらいいのになともし思ってもらえるようなものだったとしたら、高評価やチャンネル登録をしていただけると大変助かります。よろしくお願いします。ではまず、靴のかかとが外からすり減るのが正しいという理由なんですけど、もうこれ単純です。皆さんの足の内側って何があるべきです？この内側。ここに何があるかというと、土踏まずというのがあるべきですよね。土踏まずがあるということは、簡単に言えば足というのは真っ平らではなく、外に傾いているということになりません？そうですよね。足というのは本来あるべき姿は外に傾いてあるんですよね。で、この傾いた状態のまま足をつくわけですから、当然どこからすり減るかというと、外側からすり減るということになってあるんです。ですから、もしも足というものは平らなものですよっていうんであればそうなんですけど、平らではない時点で靴は外側からすり減るべきだというのは、もうこれは断言できるわけです。では、まっすぐではなく土踏まずがあるから外にならないといけないにもかかわらず、なぜまっすぐすり減らないといけないと思い込んでたかですけど、まず一番大きなやつでは、まっすぐってなんか無条件にいい気がしません？なんか例えばまっすぐな性格ねとかね、まあ性格は違うか、でもなんかまっすぐってなんとなく無条件でいい気がしますよね。でもよく考えたらまっすぐじゃダメなとこっていっぱいあるわけです、本当は。ですから、まずただ単にまっすぐというのが無条件で曲がってるというのが悪いと思ってたっていうのがすごくあるとは思うんですよね。で、あともう一つは、そういう本を出してる人もいるんですよね。これはちょっと、これもあんまり他の人のことを言うのは言いにくいんですけど、そのせいで健康を害してる人がいるので言わざるを得ないんですけど、靴のかかとをまっすぐ減らせれるようになったら健康になりますよ的な本が売れてたりするんです。で、それは、まあ難しいんですよね。これ、僕はもう間違ってるって断言できるし、それを検証もしてるからわかるんだけれども、なんかデータをいろいろ加工したりとか、加工って嘘ついてるわけじゃないけど、自分たちに都合のいいように切り取ったりしたらそう見えるという側面もあるんでね、なんとも言えないですけど、まっすぐすり減ったらダメな理由っていうのは簡単に言えるんですけど、要するにまっすぐすり減らそうと思って足平らにしないとまっすぐにならないですよね。だからこの人は必ず足を内側踏んでまっすぐに持っていこうとしてるはずなんです。そうしたら土踏まず絶対潰れますよね。だからまあそういうふうな足の使い方しないとまっすぐにすり減らないから、まあ、その時点で絶対僕は間違えてるとは言えるんですけど、そういった本のせいとかで間違った情報を入れたり、あとはマスコミ、テレビとかでもそういうことを取り上げてね、間違ってそれをやっちゃってるという人もいる。だからまあ罪なもんですよね、そういうのはね。のがまあ理由に当たりますかね。はい。では、どうすればいいのかですけれども、もうこれは簡単です。まっすぐすり減らそうと思ってた人は、それをやめることですよね。でも、癖ついてしまってたら、そこは厄介なんですけど、意識としたら、足は、内側は浮いてなあかん。ということは、内側を踏みしめて、ぐっと踏みしめてるのをふわっとやめるだけです。まず、ぐっと踏みしめて、真っ平らにしようと思ってるのをやめて、ふわっとするだけです。これだけでも全然違います。まず、ここから始めましょう。で、これをしていただいたら、足はガニ股になった気がするんです。でも実際ガニ股じゃないんですよ。なぜかというと、今までがぐっとまっすぐに踏み込んでるから、それを基準としたらふわっとしたらガニ股になった気がするけど、鏡で見ていただいたら全然普通です。真正面から鏡見てみてください。足は外側が踏んでて内側が踏みしめてない状態、浮かすことはないですけどね、状態で足がまっすぐになるようにできてあるんでね。だからその辺の認識からちょっと変えていただくのが一番最初のスタートラインじゃないかなと思いますね。いかがでしょうか。足の構造的に考えたらそうなんですけど、足に関してしっかりと考えてみる機会ってあまりないのと、あとは日本っていうのは足の専門の医療っていうのが発達してないので、そういうのを教えてくれるところもないんでね、なかなか誤解しがちですが、もしも今皆さんがご自分の靴を調べてみてもらって、パッと後ろから見て外からすり減ってなければ、それは要注意だと思ってください。まっすぐすり減ってたらちょっとどっかそれのせいで健康を阻害してる。直接なんかそれって分かりにくいんでね、あれですけど、外側からすり減らすというか減るようになったらさらに健康になりますよとは言っておきます。注意してほしいのは、無条件で外からすれてたら健康ではないですけどね、それは一つの要素だと思ってください。